キッズプロジェクトのご紹介です。今年のキッズプロジェクトは見る、触れる、楽しむをキーワードにスワローズファンのお子様たちにスワローズならではの特別な体験をしていただき、みんなの笑顔を作り出す企画盛りだくさんでお届けします。今ビジョンに映っているのはこの後スタメン発表をしてくれるキッズたちです。ハロー、キッズたち、よろしくお願いします。頑張ってね。その他にも花道送り出し、グラウンド整備、ラッキーセブン傘振り、花火鑑賞などでキッズたちがグラウンドに出ます。キッズたちの夏の思い出の1ページになるように、スワローズファン、カープファンの皆様もどうぞ大きな拍手で迎えてあげてください。以上、スワローズインフォメーションでした。はい、パッシングルーナーどうもありがとうございました。キッズプロジェクトみんなで盛り上げていきましょう。さあ、続いてはスワローズ選手のウェルカムコメントです。東京スワローズの両手ミーロです。本日もご来場ありがとうございます。一戦一勝、今日も共に戦いましょう。今日も熱い5戦よろしくお願いします。育成から今年支配下登録したね。前回のね、中日ドーム戦ではプロ初ホームラン、初打点、初の猛打賞と大活躍がありました。さあ、岩田選手、今日の活躍も期待しましょうね。みんなで応援していきましょう。お待ちかー、岩田